発動コーナー、ネルソン・ロイヤル、ジック・マードといったところのファイトを注目していますのが、韓国から遠征しております金光淑並びに淵正信、毛田光雄といった選手がこの発動コーナー、ネルソン・ロイヤルのファイトを注目しております。さあネルソン・ロイヤルが入りました。あ、それから外人サイドもですね、はい、ジノ・フェルナンデス、それからアルバート・マドリル、あるいはドン・ケントといったあたりがですね、じっとこの、まあ、世界の一流と言われますパッドコーナー、あるいはネルソン・ロイヤル、ディック・マドックのファイト注目してますね。これはね、レスリング教室なんですよね。このね、ロビリータッグはレスリング教室ですよ。まあ、これだけのですね、メンバーがリングに上がるというのは、まあ、なかなかないですからね。ありません。豪快なフライングヘッドシザーズホイップ、身の軽いネルソン・ロイヤルであります。さあフェントモーションはデストロイヤー、まあ、ネルソン・ロイヤルは過去この世界ジュニアヘビー級チャンピオン25人のチャンピオンがいるわけですけれども、中でも最も尊敬しておると言っておりますのが第5代のルロイ・マクガー、現在はオクラホマのビッグプロモーター、そして超人と言われますダニー・ホッジ、これは13代15代19代、それから22代と4回もチャンピオンになっておりますダニー・ホッジですね。有名な選手ですが、それと第7代のダニー・マクシェーンという、この3人を最も尊敬していると言っておりますこのネルソン・ロイヤル、まあ、防衛記録をいつまでも伸ばしたい、それからですね、一言最後に彼が言ってくれたんですが、ハリーレースのベルトも俺は実は狙ってるということを言ってますね。なるほどね、まあ、飽くなきその探求心といったところが、いかにもこのカーボイ出身のネルソン・ロイヤルといったところですね。なるほどね。まあ、ちょっと体が小さいんじゃないですかって言ってみたら、ちょっと小さいですね。いや、それは俺には関係ないんだ。そうですか。まずインサイドワークとスピードは俺はハリーレースより上だということを自信持って言っておりました。ね、それは本当でしょう。はい、私もそう思います。さあロープに飛ばしてレッグシザーズに切って取りますデストロイヤー。さあフィギュアフォーレッグロック体勢だけれども素早く逃れましたネルソン・ロイヤル、またもや足を掴みますデストロイヤーであります。